センチメンタルデスループ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、相打ちになったところでまたループしてきたわけですけども、どうしようかな。今どんな状況だ。ティッシュが置かれている、観葉植物が置かれている。ここ見ると多分やばいんだよね。写真はもう見たくない。そらそうだ。本が置いてある。ちょうど100ページにしおりがある。それは見なくていいのか。写真はもう見たくない。ゲームの話はしないのか。どこ行くの？ラザニア。温めて食べた方が。やっぱそっちになるのか。それならリビングに行こう。お腹壊した的なあれはもうしなくていいんじゃないかな。食べる流れの方が。始まったばかりだからね。何か話題を出して。いや、ラザニア食べるでいいんじゃない。稼がないと。そういえば、アカネちゃんも今日来てくれる予定だったんだよね。どうして知ってるの。ごめんなさい、ネムちゃんの携帯電話のメールがたまたま目に入っちゃって。そう、ネム、アカネちゃん大学の単位が危ないからそっちを優先させた方がいいって伝えたの。そうだったんだ。残念。あかねちゃんにも会いたかったな。なんで刺激させるようなこと言うの。やっぱり。ほら、こうなるでしょう。ううん、そういうわけじゃないけど。え？誰か来たのかな。セールスか何か。しつこいから無視して大丈夫。でもお届け物かもしれないし、私見てこようか。ノアちゃんはそこを動かないで、私が見てくるから。せめてソファーに座らせてよ。なら私も一緒に。絶対にそこを動かないで。わかった。お、来たの。サプライズ。誕生日おめでとう、ノア。あかねちゃん、あかねちゃん、あかねちゃん。これはバレるんじゃないか。泣くほど喜ばせちゃった感じ。てかこれ普通に死者が増えるだけでは。大げさだな。まあ喜んでくれるのは嬉しいけどさ。違うの、私あかねちゃん単位は大丈夫なの。サプライズは成功したんだからもう大学に戻ってもいいんだよ。めちゃくちゃ冷たいこと言うじゃん。ダメ、あかねちゃん帰らないで。そんなに私が恋しかったの。安心して、どこにも行かないよ。ネムも気を使ってくれてありがとう。でも大学の方はなんとかなるでしょ。いざとなれば鈴鹿に頼ればいいし。今はネムと一緒にノアの誕生日会を盛り上げることに集中する。そっか。わかった、きっと盛り上がるね。一人より二人の方が。そうだ、ネムちゃん。ネムちゃんのお部屋、アカネちゃんにも見せてあげていい？え？それはちょっと。私、見たいな、ネムの部屋。どんなインテリアが置いてあるか興味あるし。そうだよね。お願い、ネムちゃん。わかった。でも余計なところは触らないでね。壁紙とか。
大丈夫だって、物を壊したりもしないよ、約束する。じゃあ私が案内するから、ネムちゃんは食事の用意をお願いできる？うん、準備ができたら呼ぶから。ありがとうネムちゃん。さ、こっちだよアカネちゃん。信じてくれる？ノアのことは信じたいけど、さすがにちょっとね。ネムがノアを殺そうとしていて、殺されるたびに同じ時間を繰り返している、はあ、まあ信じらんないよな。ごめん、やっぱ無理だって。ああ、というかこれも何かの仕込みだったりする？ネムと二人で私にドッキリしようとしてるとか？そうじゃない、全部本当のことなの。参ったな、あまりに現実離れしててさ。多分これで死に戻りしても、この子は覚えてないんだろうしな。そもそもネムはノアのこと好きでしょ？友達を殺すような子だとも思えないし。ノア疲れてるんじゃない？それで変な想像だけが膨らんじゃったりさ。違うの。信じてもらうの難しいのはわかるけど、困ったな。ノアも嘘をつく子じゃないって知ってるし、何か証明でもしてくれればノアの話を信じることもできるんだけどね。証明か。証明すれば信じてくれるの？わかった、やってみる。目の前で殺されるぐらいしかないんじゃないの？この壁紙とかで。ん？あ、セーブちょっと探してたんだよな。これか。あ、セーブもこの本使うんだ。手帳が光ってる。そうだ、今の状況をメモしておこう。専用ペンじゃ書けないし。あ、なるほどね。ぬいぐるみが置かれている招き猫っぽい。ぬいぐるみ取りますか？取るか？取るか？持ってけ、持ってけ。もう。どっさり持ってけ。ベッドも持ってけ。観葉植物が置かれている。え？外から猫の鳴き声が2回聞こえた。どうやら窓の外に猫が通ったみたいだ。隠れますか？いいえ。猫。猫の写真が飾ってる。ちょっと可愛くない？お前、人んちの X と Y の場所間違うな。これ調べたやつは、この、なんかネズミ色みたいな感じか。探査が置かれている。開けるの、開けてみるのはやめておこう。え、いいんじゃない？ダメかな？化粧台が置かれている。可愛い大きな鏡が変わっている。クッションだ、クッションが置かれている。ふわふわだ。中が透けて飾りが見えている。赤いウサギと青いウサギのペアマスコットだ。クッションが置かれているピンクラで可愛い。写真。これだ。ちょうど100ページにしおりがあることを言い当てた。ああ。それで一応いいのかな？めっちゃ押せるな。写真立てが置かれている。ネムちゃん、楽しそうな声が聞こえた。二人だけで楽しんでたんだ。楽しんでたっていうか、普通に会話をしてただけだよ。ノアちゃんと話さないで。え、ネム、なんでそんなこと言うの？ノアちゃんは私だけのもの、アカネちゃんには渡さない。やっぱりノアはモテるんだね。でも私だってノアの友達だし、ネムだって私とも友達でしょ。私はただみんなで仲良くしたいだけ。だから変な誤解なんてやめてさ。
ちゃん。さすがにちょっとやりすぎだよ。ドッキリだとしても笑えないかも。ほら、そんな危ないのはしまってさ、みんなでリビングに戻っておいしいものでも。あかねちゃん。ほら、被害者が増えただけだよ。なんて、ネム、どうして。私からノアちゃんを取ろうとした罰。こんなのダメだよ。私だけじゃなくて、あかねちゃんまで。あかねちゃんだって、あかねちゃんだってネムちゃんの友達でしょ。私はノアちゃんだけでいい。ノアちゃんだけで分かったのに。ふざけないで。赤ちゃんにまでひどいこと。赤ちゃん、赤ちゃん、うるさい。やめてよ、傷つくから。もう名前も言わないで。繊細すぎるだろこの子。私の名前だけを呼んで、私だけを見てて。やっぱり裏切り者なんだね、おばちゃんは。なあ、戻っちゃうよ。どうすりゃいいんだよ、もう。これ、本で言うと、あ、別に新しいの出てるわけじゃないのか。セーブとかはまあ、ここではできないのか。この時点では調べられるもん、あれか、ない感じか。どこ行くの？ナザニア行こうぜ、ナザニア。読んだやつは暗くなってるから、それは飛ばそう。チャイムが鳴るからな。これ戻るやつ、隠すやつ。この辺はまあまあまあ。ねえ、来てくれる、来てくれるけど、信じさせるの難しいよ。時間かかりすぎたのかな。そんな感じはするよな。もっと早く、しおりを言い当てるとか、あの辺をできれば、よかったのかな。やってみる。ここでもう一回セーブ。違う、言い当てた。枕もいけんの？ベッドポールだ。罠を仕掛けられそうだけど、今はそれどころじゃない。ぬいぐるみ、もらっとこう。で、燃え箱？これは？燃え箱の中にメモを見つけた。メモ用紙を取りますか？はい。メモ用紙を手に入れた。そこそこのサイズ、置いてあると気になりそう。パスワード、文字は一文字ずつ前へ、数字はそのまま。置いてあると気になりそう。罠仕掛けるようなあれでもないんだけど、隠れるか。ベッドが置かれている。この子に話すみたいなもん無理だからな。隠れるってさ、やると、あそこだけ光ってんだけど。あれがようわからんな。
これこのまま隠れてるといけんのかな。あれいないってなるかこれならないよな。あ、そうか、あんまり長いことここにいすぎるとダメなのか逆に。ちょっと待って。はい。え、ちょっと待って。なんでなんでなんで、え、なんもなくね。え、ベッドでしょ、観葉植物でしょ。窓の外で猫が通り、二回鳴くことを先に予言して言い合った。あ、これか。これで私の話を信じてもらえる？確かに、ノアの言った通りだったけど、それでも、簡単には信じられないよ。ごめん、今はそれでもいい。でも今から死ぬんだよ。でも、一つだけお願いを聞いてほしい。ここにいると、ネムちゃんが来るかもしれない。今のネムちゃんは普通じゃないの。だから、もしかしたら危ないことが起こるかもしれない。だから、隣の部屋に一緒に避難してほしい。わかった。ノアを信じたい気持ちもあるからね。それくらいなら付き合うよ。あ、あれ、部屋？ここにしばらくいればいい？うん。おお。やっぱりネムがノアを襲うなんて考えられないよ。なんかどうにかしてそのパンツを見せようとする姿勢はすごいな、このゲーム。何かの勘違いが決まってると思うんだけどな。し、ネムちゃんが隣の部屋に来たみたい。どこに行った？そらそうなるよね。あかねちゃんも私を裏切るんだね。でも、私から逃げ切れると思うな。絶対に二人とも逃がさない。殺してやる。な、何よこれ。これじゃ、ノアの言ってた通りじゃ。ごめんね、アカネちゃん。巻き込んじゃったね。でも、私、これ以上一人でこんなこと。何言ってるの？ノアは全然悪くない。大丈夫。私がついてるから安心して。アカネちゃん、とにかくこの家を出た方がいいよね。なんとかして玄関まで行こう。何回かわかんないけど窓から出たらダメなのかな。でもここで逃げたらまた私は友達を。ん？どういうこと？あれ、ごめん、なんでもない。私なんでそんなこと言ったんだろう。今のネムは普通じゃないって分かった。話もできそうにない。だからここから逃げよう。うん、うんって。はい、ということで、じゃあ、うわ、すごいいっぱい調べれるな、ここここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。